こちらは今の大通公園です。大勢のお客さんでにぎわっていますね。美味しそうにラーメンをすすっていらっしゃいますけれども、大人気のグルメイベント今日スタートです。全国の有名ラーメン店の味が堪能できる札幌ラーメンショーです。では早速にぎわい中継でお伝えしましょう。西尾さん。はい、この時間はお仕事帰り、そして学校帰りという方の姿も多く見受けられるようになりました。ちょっと風が冷たく感じるようになってきましたので、よりこれが美味しく感じられるかもしれませんね。ここ大通公園西8丁目では、あ、失礼します、ありがとうございます、ラーメンが全国のものがいただけるんです。こちらは静岡のラーメンなんですが、なんと伊勢海老とハマグリをふんだんに使った塩ラーメンということで、先ほど私もいただいたんですが、魚介のうまみが全面に来ていて、とっても贅沢な気持ちになりました。さあ、改めてこちらの札幌ラーメンショー2024ですけれども、今日から第1幕、そして、お店の入れ替え日を挟んで来週の火曜日から第2幕ということになりまして、合わせておよそ20店が、ここ大通公園に集結するんですよね。そして見えますか、ちょっと列もでき始めているんですが、はい、こちらが鹿児島のあっさり焦がし豚骨ラーメンということで、先ほどよりもどんどん列も長くなってきていますね。そのラーメン、とにかく全国のものがいただけるというのがこの札幌ラーメンショーの魅力なんです。ではこのあっさり豚骨ラーメン、鹿児島からです。いただきます。いいですね。名前を聞いてるだけで美味しそうっていうのは分かりますよね。初出店ですね。いいですね。とっても美味しいです。最初にですね、焦がしたような、その焦がしのお味っていうんですかね、まず来るんですけれども、決してくどくなくあっさりとしているので、とっても食べやすいです。これ人気の理由もよく分かりますね。さあ、このラーメンなんですけれども、入り口などで販売しているチケットを皆さんに買っていただきます。こちらが一律980円となっています。これを買ってお店でこのチケットと引き換えにラーメンを購入することができるというシステムになっています。ではこの時間、ちょっといらっしゃる方にお話も伺ってみたいと思います。よろしいでしょうか。失礼します。こんにちは。お住まいはどちらですか。札幌です。そうですか、はい、今日はお仕事帰りですか。はい、仕事帰りです。どういったラーメン召し上がったんですか。伊勢海老とハマグリの塩ラーメンです。あ、いいですね。一緒にいらっしゃる方もお仕事仲間で。はい、そうです。何を召し上がったんですか。こちら、あの香水店の白湯のラーメンです。あ、はい、いいですね。トリュフのやつですか。はい、そうです。あ、そうですか、いいですね。どうですか、お味は。ハマグリの味がすごい美味しくて、2回ぐらい食べたいなと思って今回だけでは飽き足らず、はい、そうですか。ちなみにこの後もまだまだ飽きたいななんていうふうにも思ってらっしゃいますか。はい、何回も来たいです。そうですか。初日だっていうのも今日ご存知でした。はい、それで来ました。めがけていらっしゃったんですね。はい、ぜひ楽しんでください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この札幌ラーメンショー2024ですが、来週の日曜日まで行われています。チケットを買っていただきまして、入り口などで購入できます。980円となっています。これでチケット引き換えて皆さんラーメンいただくことができます。全国、そして道内の美味しいラーメン集結していますから、ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。